ほいほい、エンマトラベルへようこそ。ということでね、僕の左手に磯清水っていうのがあって、名水百選らしくって、で僕の右手にあの天岩戸神社っていう位置関係でございます。これすごいねと思ったのが、四方を海で囲まれてるのに全く塩の味がしないっていうので、なんか昔から古くから不思議な名水として言われてますよみたいな。で泉式部も橋立の松の下なる磯清水、都なりせば君も熊橋かな。まあなんか昔からここに出てるんでしょうね。確かに飲んでみたけど全く塩味なかったし、不思議。うん、すげえ不思議。ということでね、引き続きあの温泉を目指しますではなく、引き続きあの天の橋立の逆側を目指しますが、で左手に天の橋立神社を越えてと。いやでも不思議、また来たくなった。その時はでもチャリかな、もしくはもうちょい明るい時間に行きたいかな、ゆっくり。うん、不思議、磯清水。あ、でもちょっとなんか塩味はしなかったけど、パワーストーン洗うんですよ、よく僕。そういうなんか綺麗なお水とか気になった御神水とかあると、ちょっとなんか塩っぽい感じというか、キュッキュする感じ。あのいつものとかよくある名水っていうのかな、名水とか御神水で洗ったのとは違うなんか感じはしたんで、そこはちょっと気になったかな。あと 600m だ。いやー、まあ、ここ来るまでにね、僕の秘密を、秘密でもなんでもないか、まあ、秘密っちゃ秘密かをちょっと話したりとかした、動画も撮れたし、まあ、でも本当ね、世の中どこでどうなるかわからないんでね。実際僕もあのまあまあ稼いだ時期がありまして、もうその稼いだのもね、周りにいてくれた方のおかげなんでね。そうなんですよ。まあなんか人志向、大物志向、白志向みたいなのがあるらしくって、それで言うと人志向だし、あのまあなんかいろんなのを受けた時代がありまして、受けたっていうのか診断というか、やっぱね、自分のことを自分が一番知らないって言われるぐらいなんで、あの、まあ、できる診断っていうのかな、例えばシコンっていう4つの魂でアイタイプとか、まあタイプがあるやつで言うと、まあとかあるし、あのウェルスダイナミクスっていう億万長者富の法則だと、とか結構ね、診断はしてきて、あのあれなんですけど、まあどれに対しても大体出るのが基本人思考っていう、よいしょ、人思考というか人によりけりかな。で実際自分の人生振り返った時もね、やっぱり付き合う人によってすごい左右をされてきたっていうのはあるんで、そこからね、まあ、付き合う人を選ぶようになったわけですよ。あるおかげでね、あの今みたいに自由に生活もできるようになりましたし、まあ基本的に嫌な人との連絡は取らないしというか、取らないしでは取れないしというか、うん、まあ、結構断捨離もしましたしね、
それは人についても物についても、それこそ物で言えば今背負ってるバックパックとスーツケースで生活してるし、ちょっと前まではねバックパック一つだったんですけど、これじゃなくもうちょいでかい、ちょっとねさすがにしんどくなってきたんでスーツケースを導入してみた結果、あまりにも快適で、そうバックパックスーツケースレンタカーはマジ最強、移動超楽、とかね、まあ、日本全国回ってきたし、まあ、だからこそというか今の一番自分にフィットしてるのがスーツケース、まあちょろっとねこの前半戦の動画でも話したんですけど、僕は法医学っていうのにすごいハマってまして、ハマってるっていうか、まあ、それをすごい信じてるわけで、それをするためには、まあ要は吉報医の日、最大吉報とかあるんですけど、まあ、2021年だと僕の場合は2回かな、西南が1回と東が1回みたいな、ああ違う2021年は東だけか、2020年の12月に西南が来るんですよ。でそこで引っ越すために、まあね物とか持ってて家借りててだとなかなか引っ越すのもしんどいじゃないですか、毎回毎回引っ越し代バカになんないし、よりは引っ越ししやすいようにしてるというか、移動しやすいようにっていうのかな、まあそれをねするために東京から福岡に行き、福岡から台湾に行きっていうので、まあ、自分の人生かけて実証してるんで、まあ、まあまあ指針としては間違いないのかなと。他にもねいくつか指針としてるものはありますが、おーゴールが見えてきた、もうちょい、いやー意外と1時間もかかってない気はするけどね、はあ。もうちょい明るい時に来たいから、明日も来よっかな、なんかレンタサイクル貸してくれるみたいだし、 あここ見た橋だ、でもうちょい行くと回転する橋があるはずはずはず、いやー歩き切った、絶対この後の温泉とビールマジでうまいはず、よっしゃ、お見えてきたかな、まあもうちょいで歩き切りそうだね、まあ歩き切りそうだし歩き切った結果というか、アマン橋立神社まで自転車で行くか、あまあ自転車だったらずっと来てもいいかな、1回ぐらい歩くのはいいかもしれないけどね、まあ一番鉄板はやっぱ船で渡ってレンタサイクルで戻ってくるっていうのが鉄板かな。今回の旅館がね宿代安い割にホスピタリティ最強で、いくらだっけな、1泊2800円ぐらいかな、で GoTo の1000円ついてきてで温泉もついてくるみたいな、あこれだ、回転する橋ちょうど下で綺麗でした、綺麗だね、よし戻ってきた、なので実質1800円で1泊泊まってめちゃめちゃ満喫ができるっていう素晴らしき、はあ、ありがたし、結構ね昨日泊まったホテルもいくらかな、でも2000いくらか3000いかないぐらいとかで GoTo ついてきてみたいながあったんで、
最近そのパターン多いんですよね。ということで無事渡り切りましたと。こんな感じでね、いろいろと言ってますんで、ぜひ興味がある方、おーすげえ綺麗、ライトアップしてる。三人によれば文殊の知恵の三文殊の黄門っていうのかな、すげえ綺麗。ということでね、まあ、こんな感じでいろいろ言っておりますんで、ぜひぜひチャンネル登録とかコメントとか応援クリックとボタンとかよろしくお願いします。じゃあねー。